まあ、高橋と大久保の役割の関係というのもなかなか難しいのかもしれないですね。さあその高橋です。ファーサイド岡本が決まりました。高橋のクロスから岡本ワンバウンドでゴールネットを揺らしました。1点先制アビスパ福岡。高橋はゴールではなくアシストという形でこの先制ゴールを演出しました。難しいシュートはシュートなんですけどよく枠に行きましたね。そうですよね。しっかり足に当たってるとは思えないんだけどよくこれが枠に来ましたね。はい、ワンバウンドですね。で、まあ、高橋がね、いいとこ見てましたよね。ツーバウンド目がラインの手前、まあ、ミスキックですよね。左のすねぐらいですもんね当たってるのは。はい、